新規参入とか。あ、新規参入は本当ダメですよ、うん、基本親から子にしか告げないんですよ、うん、共同漁業権、その漁協が管理してるやつ、はい、まあ、大臣許可とか県知事許可になるともっと厳しいので、うん、それよりも人材不足の方が深刻なんじゃないですか、うん、めちゃくちゃ人材不足です、親父がもう高齢で自分の息子が漁師させるかって言っても、うん、息子はとっくに大学行かせてサラリーマンになってるので結構中間層いないんですよね、漁師って、はい、今だってあれですよ、あの年金漁師まで入れたら190万ぐらいなんですよ年収、うん、新卒のサラリーマンの安いんですね。それで荒れた海、しけた海に命かけて出てくる子いないじゃないですか。なるね。そんな状況なんですよ。和歌山の漁師から電話かかってきて、うん、野本さん俺船売ったんだよねとか、なんでって言ったら、売らねえと息子ついちゃうからっていう。でも息子は親父の姿見て子供の頃から憧れてて、はい、いつか漁師に行って儲かんなくてもいいからって言ってたのに、うん、苦労させたくないからって親父船売っちゃったんです、うん、息子、まあ、泣いてましたけどね、わーわー、うん、かわいそうにそれぐらい切羽詰まってるんです、末端の漁業者は。